Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the... 皆さんこんにちは。今回は秋のアートでお部屋模様替えということで、こちらの4つのキャンバスに季節を感じるモチーフをそれぞれ描いていきたいと思います。今の部屋がピンクのものが多くて秋っぽくしたいなと思って、今回の後でお部屋がどんな風に変わったかも動画の最後に載せていきたいと思います。よかったら楽しんで見てもらえると嬉しいです。今回はアクリル絵の具を使って描いていきます。1枚目は落ち葉の絵を描いていく予定です。あらかじめ細かく考えてデジタルで練習で描いてから、こういう絵の具とかのアナログで描いてもいいし、描きながら描きたいのを見つけていくのもどちらもいいと思います。最初は全体にベージュっぽい色で下塗りをして、その上に落ち葉の色をいろいろのせてみました。それをぼかしていくんですけど、あえてあまり水を含ませずにこういうかすれたタッチにして模様っぽくしてます。壁にアートっぽく飾りたいので、背景の模様に溶け込むようによく見たらイチョウの葉っぱが分かるくらいの感じで、落ち葉っぽくいろんな方向から葉っぱを描いてみました。2つ目はパンジーの絵を描きたいと思います。最初は深い緑で厚めに背景を塗りました。パンジーは春の花のイメージだったんですけど、調べてみたら秋から春にかけて咲く寒さに強いお花らしいです。丸いキャンバスに中央にワンポイントでお花があったら可愛いかなと思って、あえて背景の余白は広めにしています。梨の絵を描いていきます。梨の色が引き立つように背景は少しくすんだクリーム色で塗っています。梨の部分は質感を出すために厚めに塗ってみました。こちらの絵はあえてあまり細かく塗らずに色と色の境目を残してます。リアルっていうよりもちょっといびつな感じを残したくて、そういう手書き感を出したら味があるかなと思いました。描きすぎないっていうのは加減が難しいんですけど、あえて塗り込まなかったり余白を楽しんだり、そういうのもいいなと思います。最後の絵を描く前に少し散歩で外に出てみました。最近ゆっくり外の空気を感じてなかったので、少し肌寒かったり景色もいつの間にか秋っぽくなってました。気になっていたスイートポテト屋さんに来てみました。普通のスイートポテトだけじゃなくていろんな味のがあってすごく迷いました。同じように散歩したり走ったり座ってゆっくり誰かと話したり、そういう風景を見るといつもすごく平和な気持ちになります。
今日はこのベンチでゆっくりしようと思います。小ぶりなサイズだったので3つも買ってしまいました。普通のとこのピスタチオのとこのくるみとキャラメルのにしました。今年も気がついたらあと2ヶ月半くらいで、すごく時間の流れが早くて本当にびっくりするんですけど、まあ、あまり焦らずに今年も残り一つ一つ大切に楽しめたらいいなと思います。最後の絵はコスモスを描いていきたいと思います。このキャンバスは結構大きくて、今月末のライブペイントに向けての練習も兼ねてます。キャンバスは表面がデコボコしているので、1回下塗りをしてから背景を塗るか、1回目で厚塗りをしたらあんまり白い部分が出てこないと思います。色を変えて草っぽい模様を描いてみました。今回はオレンジ色のコスモスにしようと思います。見てたらあんまり気に入らなくて思い切って消すことにしました。これはこれで下の色とかデコボコ感が出て、まあいいかなと思います。それでは模様替えしたり飾ったりしたいと思います。こんな感じで飾ってみました。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。皆さんも残りの秋もたくさん楽しまれて、いっぱい食べてください。